アルバレスがプレッシャーをかけます。はい、こんにちは。今回は無敗で引退した世界王者が最も苦戦した試合を紹介いたします。バイロン・ゲイトー・ミッチェル・ジョー・カルザギ。ジョー・カルザギはサウスポースタイルからの回転の速い連打を武器に46戦全勝でキャリアを終えましたが、36戦目の試合で元 WBA スーパーミドル級王者バイロン・ミッチェルと戦いました。パンチ力のある元 WBA 王者ミッチェルは2ラウンドにいきなり右フックでダウンを奪いました。キャリア初のダウンを喫したカルザゲですが、起き上がるとすぐに打ち合いに応じ、左のカウンターパンチでダウンを奪い返しました。起き上がったミッチェルに全勝王者カルザゲはここぞとばかりにノンストップの連打を敢行し、元 WBA 王者が防戦一方になったところでレフリーが戦いに終止符を打ちました。バレロが日本で初めて試合をしたときは15戦全勝全 KO で全て1ラウンドで KO しており、対戦相手は2ラウンドまで進んだら100万円ゲットできるという企画で相手を公募し、坂東選手が名乗りを上げましたが開始15秒でダウンを奪われました。バレロは20戦目に WBA 世界スーパーフェザー級王者のヴィセンテ・モスケラに挑戦しました。モスケラはガードが高く、バレロの突進に後退しないフィジカルの強さを持つ王者で、バレロ相手に打ち合いに応じます。バレロはこれまでの19戦すべて2ラウンド以内に KO しており、バレロにとって未知のラウンド第3ラウンドに王者モスケラの逆襲に遭い、ダウンを奪われました。バレロは初めてダウンを喫しましたが、中盤からより激しい打ち合いになり、バレロは打ち合いの中でも本能でカウンターを打ち込み、強烈で重いパンチを連続で放ち、王者モスケラの体力を確実に削っていきました。そして迎えた第10ラウンド、粘る王者に対しバレロは倒しにかかり、一方的になったところでレフリーが試合を終焉させました。50戦全勝で現役を終えたフロイド・メイウェザー・ジュニアが最も苦戦した試合は、 WBC 世界ライト級王者ホセ・ルイス・カスティージョとの一戦です。メイウェザーは当時27戦全勝でスーパーフェザー級から階級を上げてライト級王者のカスティージョに挑戦いたしました。カスティージョは WBC 世界ライト級王座をスティーブ・ジョンソンから番狂わせで奪い、この試合が4度目の防衛戦でした。
試合はカスティージョが圧力をかけながら前進し、メイウェザーがカウンターで迎え撃つ展開が続きますが、タフなカスティージョにとってメイウェザーのパンチは軽く感じられ、カスティージョの前進が止まらず、メイウェザーにとって見栄えの悪いラウンドが続きます。カスティージョは左ジャブを使って前進し、メイウェザーが詰まると上下にコンビネーションパンチを放つのですが、メイウェザーは明らかにやりにくそうで、防御に集中するため手数が少なくなり、カスティージョがポイントを取っているように映ります。メイウェザーのカウンターパンチも時折当たるのですが、タフなカスティージョには全く効かず、すぐに反撃を許し、終盤になってもなかなかペースがつかめないように感じます。メイウェザーの防戦一方なシーンが多いまま、最終12ラウンドが終了し、試合は判定に委ねられました。ロッキー・マルシアノは49戦全勝、43 KO のレコードで引退しましたが、実は苦戦した試合が多く、中でも43戦目のウォルコットに世界挑戦した試合は大苦戦いたしました。ヘビー級のロッキーは身長が179センチ、リーチ173センチ、体重85キロとあまり大きくない上にスピードがあるとは思えません。しかし頑強な体とパワーを備え、不器用ながら練習で培ったスタミナとタフさを持って打ち合いを挑み、相手をなぎ倒すボクシングで全勝を積み重ねてまいりました。12ラウンド終了時の採点ではロッキーは2ポイントから4ポイント負けていたのですが、13ラウンドに強烈な右をヒットさせ、試合をひっくり返しました。51勝 37KO 一引き分けでキャリアを終えたリカルド・ロペスは、 WBC 王座の21度目の防衛戦にロセンド・アルバレスと戦いました。WBC 世界王者のロペスはここまで47戦全勝なのですが、 WBA 世界王者のアルバレスもここまで24戦全勝 16KO と、両者ともに全勝のレコードを誇っておりました。ロペスはこの試合の7年半前に当時
WBC 世界王者の大橋選手に挑戦し王座を奪取したので、日本でもおなじみのボクサーで、とにかく打たれるのを嫌がり、被弾が少なく、これまでの試合は打たせずに打つボクシングで、ほぼ完璧な内容で全ての試合に勝ってきたのです。試合はロペスの多彩な左を封じるため、アルバレスが右をカウンターで合わせてロペスの左を封じ優位に進めていましたが、ロペスは中盤からようやく左をテンポよく放ち、リズムをつかみかけてきました。頑丈でタフでパンチの強いアルバレスはペースを取られないよう手数を増やし、ロペスのパンチに右を合わせながらさらに圧力をかけてパンチをヒットさせます。アルバレス有利な展開の中、7ラウンドに両者の頭がぶつかり、ロペスからかなりの出血が見られ、試合続行が難しいということで、7ラウンド終了後ストップし、それまでの採点で判定決着となりました。三者三様ですね。どうですか。